SGR1806 から20は、史上一番初めに発見されたマグネターであり、地球から約5万光年離れた C11806 から20星団にある。発見された当時は、ガンマ線を出す、天体ギガバイト97107として見つけられ、1986年に、南ガンマ線リピーターとして知られるようになった。 1993年には、中世古星だと判明した。1998年パルサーだとわかると同時に、とりわけ強い磁場を持つことがわかり、マグネターであることが判明した。SGR1806 から20は、地球から見て、銀河系の中心部を挟んで、反対側、伊手座の方向に、約5万光年離れた位置にある星雲 G10。 0から0.3の中心部にあり、それに属する C11806 から20星団は銀河系最大の非領域である。1806から20星団には、知られている中で最も明るい恒星である、高高度青色変更性 LBV1806 から20や炭素に富む WCQD 型や、 WCL 型のオルフライ SA など、珍しい構成がいくつか含まれている SGR1806 から20は、はじめ1979年1月7日に、ガンマ線を出す天体として発見された、1986年に、南ガンマ線リピーターとして知られるようになり、1987年に SGR1806 から20と命名された。 1993年には、電波望遠鏡による観測で超新星残骸の中にあることが分かり、中性個星だと判明した。しかし、当時は、ガンマ線を出すメカニズムはわからなかった。1998年にこの天体が強い磁場を持つ、パルサーであることがわかると同時に、南ガンマ線リピーターはマグネターであることが判明した。 1995年にはこの天体が LBV1806 から20の晩星だという可能性が取り沙汰されたが LBV1806 から20の晩星だという可能性は2002年に否定された。SGR1806 から20は直径が 34km ほどの中性死亡で、自転周期は7.56秒のパルサーである。 X 線で観測されたパルサーの名前は PSRJ1808 から2024という表面は最大で秒速 14.5km の速度で回転している時点の速度は他のパルサーに比べて極めて速く減速している SGR1806 から20は 8X1010T という極めて強力な磁場を持つマグネターである その強さは、知気の2000兆倍という強力なもので、通常のパルサーの100万倍以上である。1998年現在で知られている中で一番強い磁場を持つマグネターである。銀河系に存在するマグネターは数個程度であろうと言われている。また、このマグネターの存在する超新星残骸の年齢が1万年程度であると推定されていることなどから、 個々のマグネターが南ガンマ線リピーターとして観測される期間はその一生に比べて短いと推定されている。南ガンマ線リピーターは1秒以下のガンマ線のフレアーと数秒の周期を持つパルサー由来のかなり長期にわたるガンマ線の信号の2種類の信号を放出をする。前者は超新星爆発と見間違えられやすいが400秒近くに上る。 極めて長い光舎の信号を伴うので区別できる。例えば2004年12月27日にはこの天体の大爆発に伴って放出された大量のガンマ線が地球まで達した。ガンマ線のエネルギーは150から200ケブだった。ガンマ線は地球大気上層部の電離層に衝突し、多くのイオン化された粒子を発生させた。この爆発現象は星新と呼ばれ、 総エネルギーはマグニチュード23.1に達すると推定されている。これは銀河系内で起こったものとしては1604年の超新星爆発 SN1604 以来の高エネルギー現象であると考えられている。この現象は SGR1806 から20の表面が一部、あるいは全球面破壊された際に発生したと推定されている。 爆発に伴うフレアは6分20秒と長く、最初の0.2秒間で太陽が25万年かけて放出するエネルギーと等しいエネルギーを放出したと推定され、その明るさは太陽の40兆倍、絶対等級マイナス29.2等級に達したと推定されている。もしこの星芯が参考年以内の距離で発生していれば、地球の大ー層は、 完全に破壊され、地球のどこでも 7.5km 先での1 2トンの核爆発が起きたのと同じ影響が出ると予想されている。知られている限りで、最も地球に近いマグネターは、流骨座の方向にある1 1 0 4 8 1から5937の9000光年である。ありがとうございます。